皆さんこんにちは。曜変天目最上です。本日はこれまで作りためておきました作品をご覧になっていただきたいと思います。まず最初は肺活疑の曜変天目ですけれども、まあこれが曜変であるゆえんはですね、しっかりと2つの条件を叶えていると、まあ、構造色、今ご覧になっていただきますこの構造色とですね、斑紋がですね、まあ、実はこの浮いた茶碗にではですね、この出てるわけですよね。ですからこの曜変天目が課せたと、まあ、灰を担いだ、灰担ぎといいますのは、まあ、色りで真っ黒な炭の上にですね、この灰が降ってくると、まあ、そういう様子をイメージしたもので、灰がかぶると書いて灰担ぎと呼んでいるものですね。まあ、日本独特の美意識ですね、真っ黒い墨、そこにまあ時間とともに灰が降り降りてくると、まあ、それをまあ釜の中でですね、黒天目釉がさまざまな釜の炎の変化等でですね、景色がついてくる、まあ、そういったものを灰担ぎ天目と言っております。まあ、これもまさかですね、こういった、わびた茶碗の底に、これほどの鮮やかな構造色があるとは、まあ、誰も、まあ、お茶を飲むまではですね、わからないと。茶筅摺りまで見込み、全体にこの、まあ、構造色がうっすらとございます。この口元にもですね、青銀色が広がっております。斑紋の方は内側は小さいのですけれども、まあ、いくつかありますね。外側もですね、側面も灰担ぎでありまして、側面の斑紋の方が大きいものがいくつか並んでおりますね。灰担ぎとは言っても、まあ、光を当てると、まあ、このようにうっすらと、まあ、光彩を感じることができると。まあ、大変贅沢なわびさびからきらびまでを含んだ、まあ、灰担ぎという、まあ、領域、まあ、大変魅力的な面白い、まあ、日本ならではのですね、この美意識、まあ、見ていて飽きませんし、毎回、まあ、使うたびに見るたびに、まあ、発見があると。まあ、全体こんなにひなびて、わびた茶碗なんですが、そこにもきらびやかな光が宿っていると。形は側口腕、口元を束ねたような形。まあ、いわゆる、まあ、曜変天目の形として知られているすっぽん口といわれるものですね。灰担ぎ曜変天目でした。続きましてはへつこう、へつという漢字がありませんので、2本目ではラッパン口となりますね。開いた形の茶碗、光が照明が上からなので全体こう平べったく見えますけれども、この全体にですね、
光彩が広がっております。遠くから見ると、まあ、黒いまたはかせたそういう茶碗なんですけれども、まあ、光を当てたり角度を変えますと、まあ、このように光彩が全体に広がっていることがわかると。おそらく、まあ、お茶が入って、まあ、緑色の泡が真ん中にありますと、そこからの輻射反射でこの虹がですね、まあ、浮き立つと思われます。まあ、機会がありましたらば、ご案内したいと思いますけれども、まあ、ですから、まあ、茶室の光の取り入れ方によって、まあ、使う場所によってですね、まあ、この茶碗などはですね、大変演出効果といいましょうか、まあ、ドラマチックな、まあ、効果を出してくれるんではないかと思いますね。まあ、遠目には真っ黒なんですよ。まあ、近づくと、まあ、こういった、まあ、灰かすぎ、まあ、いわゆるこのわびさびのですね、こんな感じなんですけれども、まあ、強い光が入って、角度になりますと、一定の角度になりますと、まあ、このような虹が見えると。釜から出した時にはですね、まあ、この虹はほとんど見えないんですね。まあ一晩と言わず、まあ、二晩ぐらい経ちますとこの虹が現れてくるわけですよね。まあ、ガラスの中に入ってますので、まあ、この虹が変化するということは、まあ、今後ないとは思います。まあ、目の方でですね、まあ、虹を意識しますと、まあ、さらに見えてくるものもあるとは思いますが、まあ、これだけ高さがあって深さがあるということなんですけれども、まあ、真上からの光なので、まあ、全体の立体感がわからない感じですけれども、まあ、こちらはまあ黒さを残ったまあ灰かすぎ、そしてその全体に光彩があると。この光彩は先ほどと違いまして七色の虹色であります。まあ、妖艶さというのは、まあ、先ほどの曜変にはまあかないませんで、まあ、これはまあ曜変ではなくて光彩の分野ですね。まあ、構造色なのですけれども、まあ、曜変の構造色とは違うと、まあ、そういうことはお伝えできると思います。構造は構造でも、いわゆる曜変天目の構造と、まあ、この光彩の構造とは違うと。ですから、いかにこの七色の虹で鮮やか、色とりどりなんですけれども、まあ、曜変天目の妖艶さには、まあ、その点では及ばないと。まあ、逆に曜変天目の構造色の光彩と言われるものはですね、まあ、七色を発色するのは、まあ、極めて難しいと。まあ、しかし、まあ、ある一色からの例えば、
青から紫とかですね、まあ、その周辺のグラデーションにかけての、まあ、複雑または、不思議さ、まあ、そういったものは長けてるわけですよね。まあ、しかし、まあ、光物ということになるかもしれませんけれども、まあ、普通の真っ黒天目と並べますとね、まあ、いかにも違うということがお分かりだと思います。まあ、最後3つ目になります。こちらも肺活儀の仲間の乃木目光彩と、乃木目状に縦筋が入っております。そこに茶だまりから光彩が広がっております。まあ、普通の乃木目は皆さん意識できるかもしれませんけども、まあ、こういった、まあ、肺活儀の乃木目、しかもその乃木目がですね、まあ、光彩であると、まあ、本当にこれもですね、新しい領域ですよね。乃木目天目のそこに、まあ、肺活儀、そしてそれに光彩がかかってるわけですから、まあ、これもまさしく、まあ、わびさびからきらびまでと、こちらのサイズもですね、静嘉堂文庫と同じ、稲葉天目と同じサイズになっております。高さ口径そして高台径など、まあ、若干こちらはですね、まあ、薬が薄く重量的には軽い感じになってますね。国宝稲葉天目と同じサイズであると、大変まあ小ぶりなものですけれども、しかしそこにはですね、まあ、広大無辺の宇宙を感じたり、わびからきらびまで、見て取ることができます。まあ、ですから日本の美意識の、まあ、伝統、まあ、全てを、まあ、包括したような天目茶碗ということができるでしょう。ローマ時代に作られたガラス製品が、まあ、時間とともにですね、まあ、いわゆるローマングラスという、まあ、虹色を発色してくると、まあ、大変神秘的なものですけれども、まあ、あれもですね、まあ、日本流に言えば、まあ、錆であると、しかしきらびがあると、まあ、そういったものの、まあ、東洋版なのかもしれませんね。はい、今日は3台お送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。